これ教えてくれるゲームじゃないんか。自分で調べるゲームか。これダメ。あ、冬！どうやって越すんだ、これ。この風雪では鬼どももねぐらに引っ込んでおるに違いない。まあ、所詮動物よ。しばらくは狩りどころではございませぬな。あ、そうなんだ。お田植えも。お帰りなさいませ、さくな様、ジー殿。お前のその半袖で引きちぎったんか。ささ、はようお召し替え。ちょっと出せえぞ。お取りください。お、何団子作っとんじゃ、おい。なんじゃこれは。見りゃわかんべ。手鎖の団子だ。それがしと見る手で作り申した。来年のことを思いますと、今から米だけで腹いっぱいというわけにも参りませぬのか。収穫した後、胃の一番にちょっと耐えちゃったけど大丈夫？手鎖と申したか。何やら物騒な響きではないか。確かに手に鎖だ。それがしのふるさとでは彼岸花と呼んでおりました。ああ、なるほど。独創にはござりまするが、根をつぶし水にさらせば、おれこのように。もうたくさんじゃ。何が悲しいで、高貴なるこのわしはこんな偏僻な島まで来て毒団子など食らわねばならんのじゃ。毒団子。さくな様、毒は抜いてござりまする。気にするでないぞ。見るて、洗えばまだ食える。今年一年主らの申した通り頑張ったではないか。毎日毎日狩りに赴き、田んぼとお主らの面倒を見、なのにこんなものまで口にせねばならんとは一体どういうことじゃ。何も良くなってはおらんではないか。へっ、偉い様は気まま語るなや。獅子も身も取れねんじゃ。あるだけま調べっちゃ。金太何歳だお前。これ好きだけんともな。かいまる。おひいさま、いずこに。確かに年相応だよな。確か1年頑張った。1年持ったけど、なかなかきついよこれは。身のくらいは羽織ってくれ。すぐ結果を求める。我慢が大事なんよ、冬は。もう限界じゃ。直面なんぞ願い先じゃ。ガキでも都に帰って暖かい部屋で大の字になって寝てやるんじゃ。あんな奴らのことなど知らん。こいつも寄ってたかってわしを苦しめおって。地も地じゃ。でわしの家中のものがあっちの側につくんじゃ。あー知らん、何もかも知らん。これどう成長していくんだこれ。知らん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 ぞ。あー帰っちゃった。え、これ実質的な、ゲームオーバー。あれ帰ってきた。おかえり。死ぬかと思うた。夜の海とはこれほどまでに真っ黒いものか。どこまで恋でもここから抜けよう帰ってこれたな、これ。もうさっぱりじゃ。都などとてもたどり着けそうもない。時期が悪いよ。おひいさま。あやつら、この大雪の中で諦めた。もうしょうがないよそれは。戻るほかないの。戻れ。また米を作ろう。キノコが傷んでしまった。え、普通に戻るだけ。おい、お肥料が負けます。熟成しまくった肥料を使おうぜ。おほ、たまらんね。あれ？持続10時間！おい！何もおらんではないか！こら！おい！ちょっと待ってよ！俺の熟成した肥料が。これ何？これイベントなしで終わるの？これ。は？ちょ、目的教えてよ。指示してくれ。指示してくんねえわ。
そう、なんか何か作るですか？なんで日常に戻るのこれ。え、何これ。あ、ちょっと米使うなこれ。こら危ねえ。口かみ酒。いや、おじゃないんだよって。もう米使えねえんだって。負けなくなるだろう。負けるの。これでいいの。こっからどうすんのこれ。誰か指示してくれ。これ食って。鬼の気配が薄れました。へぇ。森を攻める。冬に。こうやって飯食って暖を囲まないとイベント進まないんか。まあじゃねえよ。栄養を腕に食べるな。田植えも。おかしすぎるお前の腕は。新たな仕事、しまった。朝まで行くか。お、稲作を始めましょうぞ。やろうや。さくな様。あ、喋れ。いえ。成長しとる。本当だ、成長せえよお前は。ピンセットで作業せえ。はい。田起こし。よろしいですか。土がカチカチ固まってござる。田植えの時に根付きが悪くなってしまうということでしょう。ええー、それ田植え物の仕事だろ。お、田植え物の仕事せえ。やってみるかな。石が邪魔じゃの。これは手で取るしかないか。田植え物見てるだけ。これちょっとこれこの作業しながらじゃないと、あかんの。なんで石が落ちてんだよ。誰か投げてるだろ、こいつら。おい。あの石はなんか違うな。格が違うな、この石は。石材。全部同じ大きさなんか。じゃ、真面目にやるか。これ、どれぐらいやるんだろうな。これ、機械がやってくれる日は来るんだろうか。もう、カラクリシのさ、コワコワがいたからいけるんだろう、これ。いずれこっち、あいつらも島に来るんだろう。農技制ってなんだ。いい加減さ、農技覚えろよ。もう、田植え物に任せる、これ、これこそ田植え物の仕事だろ、これ。真面目にやるか。あ、農技、自力士。おほ。まだやるね。今回は肥料にちょっと力を入れたんだよね。俺は真面目にやるんや。おほほ。頑張っとるで、俺は。相当いい米が作れそうだ。こんだけ精を尽くして頑張ったら。ええんやない？これは。終わり終わり。最高の田起こしができた。よく耕せたと思うぞ。肥料無って何？もう終わったの俺の肥料。おい！何しとんだよお前。田植えも。せっかく耕したのにお前固めんな。土の様子。はい。肥料を作ったけど。あれ関係ないの？ 10 時間で帰ったしな。堆肥。ほう。やっちゃったよ、俺ちょっと。教えんの遅えよ。さよう。うんこやん。うんこ。うんこ。はい。声。うん。汲み取って声の匂いが強烈。確かに肉と納豆しか食えない。ほぼタンパク質だな。なんでそんな田植え物は太っとんの。わかんねえや。そのフロントポーズやめ。
十分堆肥があれば稲と咲くのはすぐすぐ育ちますが、足りなければ成長止まってしまいます。土の栄養急いでやらねば。土の栄養をよし、マックス。ほっ、やらんでいいじゃんこれ。10時間、 100% にしたところでさ、そんな変わんなくないか。 40% ぐらいしよっか。ここに粘土毒性、あ、なるほど、そういうことか。表面って何これ。あ、防虫か。石入れ、体力増えるんだ。意味わかんねえな。お、お、お。これでも十分いいんじゃないこれ。毛皮って何？塩入れるか。毒性がつくんか、塩って。こマイナス何でんの？酢入れたら変わる？酢入れても変わんねえな。肉。根菜、キノコ、粘土はないな。まあ、こんなもんでいっか。熟成せい。この土の栄養よ。次は？なれない。お、マジか。たえもうやるときはやるな。で？あ、これ待ちね。ほっほっほっほ。早く、田植えがしたい。ちょ、鍛冶屋行くか。鍛冶屋、金谷。ちょっと、パパすんな。なんか作るかや。鋼のクワ15曲がるぜこれ。何、あ、鎌があんのこれ。打撲か。クワだこれ。任せろ。装備して、こんな古いのじゃなくて新しいの使うんだよ。さあ、キツネの面取ったな。お、いいね。ムジュラっぽい。これ、狩猟着、豚から剥いだんじゃないの？何、四足獣、撃破って何？電光石火はいつで覚えるの？まだまだだね。ちょ、冬越してえな。ちょっと、冬越すか。飯食うか。さあ、これで春になるぞ。堆肥が完成した。こんな米が楽しみだとは。おい、かいまる成長せえ、ちょっとは。なんか地鳴りがしたな、今。え？ほでなさ。ヘイ、何してるんですか。あれ、この赤ん坊も持ってきたんだよ。関係ねえ。よしよしよし、田植えだね。今回ちゃんと巻くぜ。ほっ、100、やりがいがあるね。よし、これちなみに田植えもにやらせたらどうなるわけこれ。半分ぐらいやらしてみるか。ああ、向きよこれ。これが一番難しいよ。向き。できねえよこれ。ちゃんとやろう。十分じゃろ。十分な間を置いて植えたぞ。速食。結局田植えもにやらせんかったわ。ほんで、よしよし、また水を張って、今度は森へ狩りか。
こうタニシとか捕まえなかんね。土が隠れるぐらいでいいか。そんなこんなもんでいいだろ。タニシ、ヨモギ、ツクシ、お前カエル探さなあかんっていうね。まださ、虫とかの害虫もいねえよな。今んとこその実害がねえな。スズメとか来るんかな。鳥とかね、それも楽しみだな。梅、こんなんもあるんか。なんだそれ。どうした、ゆいちゃん。はい、終わり。縫い付けした。金太さんに喜んでもらってから、俺は頑張って覚えたんだ。オン。織機。服作れるんか。お、小山星。は？良質な菓子って森に行かなかんねえこれね。やること多いの楽しいねこれ。これね、成長しとんねこれ。格が6。すぐ肥料を準備するか。また狩りに出なあかんわけねこれは。こんなにさ、便を取ってるけどさ、そんなうんこしてんのみんな。実はその辺にしてんじゃないの。琥珀を入れると。限界突破せんのこれは。あ、落ち葉やっとくか。落ち葉を入れ。妙薬入れるか。粘土。よもぎはどう？体力5増えるの。梅は？おお。つくし。おお。豆。おお。下がるんかよ。よっし。もう、かいまるはどうしたんだ？言葉を喋れ、早く。じゃあ。一回寝て、森に出まくか。森に。シチュー？何か食べるますか？泡飯。汁はなし。あ、もう肉がねえな。水。水食え。水で満たせ。何か作るですか？あ、米分けてあったんだ。俺てっきり同じもんしかないと思ったよ。あるもんだけやること思ったわ。この世の頂きなんだ。いいよ、こういううんちく好きじゃないよ。でもこういうゲームなんかもな、ちゃんと読まないのが俺、私のプレイスタイルです。ヒント戦。いただけのようでも収穫が減り、エンサの多くの鬼が発する。ふもとの世の戦が悪い。あるべき姿に正すのが神の仕事。ほう。あるいは人はよく生き抜くからこそ神が迷惑してるかもしれん。いただけのように嫌なと違う神いますか？王か神々。カムヒツキ様しかご存知じゃない。確かにこいつら、そいつらしか知らねえもんな。多分ミルたちのフォロカス、神という神の言葉同じ。そうだ、面白い話してくれ。さっきから飯しか食ってないな。飯と米しか食ってないな。会議は完成した。お、稲作が。雑草チェック。大丈夫と。雨降ってるからいいか、水は張らなくて。さあ行くぜ、森に。
よくわかんねえだ。うわ、トゲトゲや。なんだ？あ、宝があるセンサーのこれか。あ、ちょっと危ねえな、これ。あれはキノコか。うわ、なんだこれ。あ、こういう仕組みなんだ。あ、乗るのはいいけど、あ、ちょっと。帰りまーす。お、帰ってきたで。峠のふもと。誰？あ、ミルテか。あ、この場所あったっけ？おぬしろ、峠か。お帰りなさいませ、さくら様。新しい場所？峠様で、ここいらの野には、もう鬼はおらぬ様子。思い切って、ふもとにも田を作ってみたのでござります。おお、思い切ったね。万が一のことが起きぬよう、足雲もあたりを見回ってくれております。あ、足雲、うん、ならば案ずることもないか。足雲いたね。おっさん、野良焦がしてんじゃねえ。バンカタまでさ終わらねえぞ。これ5人で管理すんのこれ。すまぬすまぬ。大変だろ。さくな様、よろしければお手をお貸しいただけませんか。手貸してばっかだぞ。何やら雨雲が近づいておりますゆえ、できれば今日のうちにすべての田植えを終えとうござりまして。へえ、いけんの？またか。良いではございませぬか。これだけ田を広げられれば、秋にはさぞ多くの米が取れますぞ。確かに。あの厳しい冬を耐え、なるべく種もみに手をつけなんだ甲斐がございましたな。あ、確かに。ほぼ食ってないぞ。初日だけだ、米食ったの。お、かいまる働け。痛い。わしはすでに人働きしてきたというに。間違いねえ。死にかけだぞ。体力10だぞ。はおめばりじゃねえ。あ？やめせ、かいまる。あっち行きさい。お主らは狩りにはいかん。わしの苦労などわからんのじゃ。おだずなよ。誰がこれだけの田を起こしたんだっぺ。みんな生だらしてね。おめが見てねえだけだ。喧嘩やめましょう。タ起こしただけだろ、おい。楽しくいいです。誰のおかげでタンパク質取れたと思ったんだよ。このようなもの楽しいわけだ。まんず口動かして目で手を動かせ。うわっ、カイマル縛りつけなかんな、これ。あ、なぐぞ、これは。この聞かず。あ、手あげやがった、とうとう。おい、コッパ、いくらなんでも神や年長者への敬意が足りぬではないか。間違いない。あ、ここ丸入れるんかよ。するなら敬いたくなるほど貸し入れみろ。かましい、こいつ。しずね、また叩きつけっと。みんなやめて。寝つきのさよ。どうした、田植えも。心ね弱さよ。歌い始めた。泥に足沈め腰を折ると。どうした？ついに頭に来たか。鼻に来とる。いや、今のは田植え歌だ。そんな歌もあんだ。さよ、百姓仕事とは喜びにたどり着くまでが長く険しいものにござる。話し込むとついつい不平を口にし気がめいってしまう。そこで先人たちは歌うことにしたのですな。歌えば辛さも紛れる。苗の放送。まあ時代背景あるかもしれんけどさ、もうちょっとポップな歌にしてくれよ。最近馬娘流行ってるからさ、馬っぽいね、馬娘の 歌にしてくれや。たまげたな。馬ピューレディ伝説流してくれよ。違う国の生まれだけども。あ、そうなの。こりゃ同じ歌だ。続きはこうだべ。
月バラで願う黄金バラ。おお、それそれ、いかがですか、さくな様も。へえ、こうなりゃやけじゃ。その他すべてわしらに教えてみよう。何？では、行きますぞ。植えよ。いや、植えろよ。根付けよ。手止めんね、おい。あ、やるんだ、やっぱり。根付きの悪い。これ、日暮れるんじゃないか。心で弱さ。合いの手もあるんだ。カイマル歌ってんのこれ。歩き方癖強いな。カイマルなんか浮いてないか、気のせいか、水が澄んでるだけか、澄んでるだけですか。あ、澄んでるだけだわ。ふぅ、これでどうだべ。すいません、飛ばしました。終わったっちゃ。覚える気もなかったんでね。おい、楽しい、できました。楽しい。歌とは大したものなんだな。終わった終わった。さあ帰って飯にいたしましょう。まだ終わっとらんぞ。夕げの肉をさばかねばな。肉あんの？私に田植えを手伝わせた以上、無論お主もやってくれるんじゃろうな。それは殺生にござりまする。その腕を生かせ。これは珍しく立場が逆になりましたな。面白いこともあるものじゃ。もう G も働け。人数以上の笑い声が。ヨモギ、七草。もう春も終わりか。早いな。全然。あかんね、これ。水張るの、これ。田植え物の背中。なんだ。ボロン。はい。納屋の隅。なんとしたことか。プーハナの字。よう見つけたな、よう見つけれたな、お前、田植えも、その腕。脳書。ははは。虫食いや古い文字があるゆえ、解読に苦労する。教科書か。稲作会。もう勝手にやってくれ。稲作会が開け。マジかよ。おお、成長しとるね。はい。それがして、お、やっと仕事始めたか。たわいで、あ、確かに。稽古。続けることがな、一番だからな。何にせよ。よし。俺も動画投稿を始めて、一年やっと続けれた。違うね。何しとんだ、田植えも。こんな嵐の。片付けのござる。嵐の中で。片付けない。何してんの？片付けない。何してんの？これは、片付けのござる。侍山賊。身分上は侍なんだ。討ち死に。
田植えもんのさ、遺伝子からしたらもう、父は相当鼻がでかくて、腕も太いんだろうな。もしかしたら足も太いかもしれん。侍でも山賊でもない。ボディービルダーかもしれん。半端もの。よう笑ってられるな。会議始めねえよ。勝手にしろよ、会議ぐらい。会議してみてえな。ちょ、会議するか。足首？こんなもんか。よし、じゃ作戦会議始めるか。始めるぞ。何、状態って。伊勢送り力ってなんだ。あー、これね、これ見てかなかんわけね、これね。てっきりさ、誰かは何かをするとかさ、そういう指示かと思ったら違うんだね。ただのあれだったわ。ただの説明だったわ。って押せよ。もっと早く教えてくれよ。もうタニシとかどこにいんの ?17% 少ねえな。他でもカエルとかしかいないしな。この家の周りぐるっとしたりさ。外にいないんだよな。つくし。このびっくりマークを見逃さないようにしなきゃ。でさ、タニシとかさ、そういうさ、小さな虫をお前が見つけてこいよとか、今ある。ぶつけるぞ、俺。さっきみたいに。拳を。プシッ。うわ、お前。ここはゆいちゃんの家になるんか。新しいの作れるんかな。おい、ちょっとこれおかしいってこれ。もう自動的にパパスしちゃうわ。なんか作るかや。見かけの大言の。下がるけどこれ、打撲か。打撲じゃねえ。ちなみに中何もいないの。あ、でも、樫の木とかいろいろ探してこなきゃいけない。森の探索をせねばならん。何せよさ、まだまだだな。ここ何なんだ、一体。何するとこなの、まず。調べると何？竹ぼうき。あ、クモスが張っとる。田んぼに放したってかわいそうだな。そんなんでいいの？どっぷりやったな。2時間ぐらいやったな。